こんにちは。聞き流し OK、見るだけ OK のゆる OT 勉強会です。前回ディープについて学んだ時に、標識について私が知らなかったことがあったので、おまけの短い動画にまとめてみました。私はこれまで統合失調症の患者さんの標識が乏しいのは、患者さんの心の問題によるものだと思っていました。ディープを学んだ時に、標識が乏しいのは脳の器質的な問題があるためだと言われていることを知って驚きました。病態失認であるとも考えられているそうで、前頭葉機能の障害との関連も指摘されているそうです。そして DSM-5 精神疾患の診断統計マニュアルにも、疾病への自覚の欠如は通常症状への対処方法というよりは、それ自体が統合失調症の症状である、これは脳損傷による神経学的障害への自覚の欠如、すなわち病態失認と定義されているものに相当すると記載されていました。しかも DSM-4 の時からすでに統合失調症のある人の病識は病態失認と同様だとの見解が示されていたそうなので、私は知識不足だったと反省しています。神経学的な障害となれば、病識が乏しい患者さんにいくら説明しても、あなたは病気なんですと説明しても受け入れられないことが理解できました。この動画を見てくださっている方はすでにご存知だったかもしれません。すみません、私が知らなかったもので驚いて動画にしてしまいました。引用文献は DSM-5 マニュアルです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは、精神科領域の作業療法士である私が学んだことの記録として動画を作成していきます。気軽に見ていただき、私の学びをシェアしてもらえると嬉しいです。ありがとうございました。